ネルソン・マンデラ、ネルソン・ホリシャシャ・マンデラ、1918年7月18日から2013年12月5日は、南アフリカ共和国の政治家、弁護士である。南アフリカ共産党中央委員、アフリカ民族会議議長、第11代、会院議員、一期、大統領、第8代を歴任。若くして、反アパルトヘイト運動に身を投じ。 1964年に国家反逆罪で終身刑の判決を受ける。27年間に及ぶ獄中生活の後、1990年に釈放される。翌1991年にアフリカ民族会議、ANC の議長に就任。デクラークと共にアパルトヘイト撤廃に尽力し、1993年にノーベル平和賞を受賞。 九百九十四年、南アフリカ発の全人種参加選挙を経て大統領に就任。民族和解、協調政策を進め、経済政策として復興開発計画、RDP を実施した。九百九十九年に行われた総選挙を機に政治家を引退した。省歴として、ネル賞、ユネスコ平和賞、アフリカ賞、サハロフ賞、レーニン平和賞、 ノーベル平和賞、国際検察官協会名誉賞受賞など、称号には名誉法学博士、早稲田大学など、南アフリカ共和国での愛称はマディバ、タタ、父。マディバとは、彼の先祖が誰かを象徴する、氏族名であり、部族社会の影響が残る南アフリカでは単なる、愛称ではなく、尊称に近いものである。ミドルネームのホリシャシャは交差語で、トラブルメーカーの意味、 マンデラは1918年7月18日にトランス界の生むたた近郊くぬ村で天武人の主張の子として生まれた。少年時代には主張から部族社会の繁栄闘争の歴史や部族の主張が持つべきリーダーシップや寛容の精神を聞いて育った。この時の経験が彼の反アバルトヘイト運動を根底から支えた。メソジスト派のミッションスクールを卒業した後、 ポートヘア大学で学ぶ。在学中の1940年には学生ストライキを主導したとして退学処分を受ける。その後、この夜間の通信過程で学び1941年に学士号を取得した。また、その後、ビットワーテルスランド大学で法学を学び、学士号を取得した。1944年にアフリカ民族会議、ANC に入党。 その青年同盟を創設し、青年同盟執行委員に就任して、反アパルトヘイト運動に取り組む。1948年にダニエル・マラン率いる国民党が選挙に勝利し政権を奪取すると、新政権は急速にアパルトヘイト体制を構築していき、ただでさえ制限されていた黒人の権利はさらに制限されるように言った。このため ANC 内でも、 政府へのより強硬な対決姿勢を求める声が高まっていき、中でも青年同盟の有力メンバーであるマンデラはその先頭に立っていた。1949年には恩恵な旧指導部を追い落とし、青年同盟からマンデラ、ウォルター氏するオリバー・タンボが指導部メンバーに選出され、以降 ANC は西岸路線からストライキやデモなどを盛んに行って政府に圧力をかける。 戦術に転換した。1950年、ANC 青年同盟議長に就任。アフリカ民族会議を構成する南アフリカ共産党にも密かに入党し、党中央委員を務めるようになる。1952年8月には、ヨハネスブルグにて、フォートヘア大学で出会ったオリバー・タンボと共に、黒人発の弁護士事務所を開業する。同年の12月に、 ANC 副議長就任。1955年6月25日及び26日には、ANC は他の政治団体とともに、ヨハネスブルク郊外のクリップタウンにおいて、全人種の参加する人民会議を開催して、自由憲章を採択、自由民主主義を旗印とするようになった。こうした活動は、南アフリカ政府に睨まれ、 マンデラはじめ人民会議の主要な参加者たちは1956年に国家転覆罪で逮捕され裁判にかけられたが無罪となった。しかしこうした活動の中で非暴力的手段の限界が叫ばれるようになり、ANC 内でも武装闘争を支持する声が大きくなっていった。そして1960年にシャープビル虐殺事件が起きると、 マンデラも武装闘争路線へと転換し、1961年11月、民族の槍という軍事組織を作り最初の司令官になった。しかし、それらの活動などで1962年8月に逮捕される。また、1963年7月には、ウォルターシスルやゴバン・ムベキといった ANC 指導部がヨハネスブルク近郊のリボニアにおいて逮捕され、 すでに国中にあったマンデラもこの件で再逮捕された。リボニア裁判と呼ばれるこの裁判でマンデラは1964年に国家反逆罪で終身刑となりロベン島に収監された。1969年5月にはイギリス人傭兵の勇士が集まりネルソンを救出する作戦が立てられたことがあったが南アフリカ側への情報漏れで中止されている。 1982年、ケープタウン郊外のポルスモア刑務所に移管。習慣は27年にも及び、マンデラはこの時期に結核をはじめとする呼吸器疾患になり、石灰石採掘場での重労働によって目を痛めた。習慣中にも勉学を続け、1989年にはの通信制過程を修了し、法学志望を取得した。また、 アパルトヘイトの主要勢力であるアフリカーナーとの対話を予測し、アフリカンス語やラグビーの知識を身につけたのも、極中でのことだった。極中にあってマンデラは解放運動の象徴的な存在とみなされるようになり、マンデラの釈放が全世界から求められるようになっていった。1982年には、ロベン島からポールスモア刑務所に移送され、 ロベン島時代よりはやや環境が改善された。1988年にはビクター・フェルスター刑務所に再移送された。1989年にはピーター・ウィレム・ボータ大統領がケープタウンに彼を招き会見を行った。1989年12月にも当時の大統領フレデリック・デ・クラークと会談しているが、この時はまだ国中から釈放されることはなかった。 1990年2月2日にデクラークは ANC か禁止されていた政治団体の活動許可とともにマンデラ釈放を約束し1990年2月11日にはマンデラは釈放される釈放後の第一世はケープタウンの市役所のバルコニーで行われ10万人の聴衆が彼の釈放を祝った釈放後マンデラは ANC の仮本部の置かれていた ザンビアのシュトルサカに行き、病気療養中だった議長オリバー・タンボを代行する形で ANC 副議長に就任してアパルトヘイトの撤廃に向けて取り組むこととなった。また、アパルトヘイト撤廃に向けて理解を得るために、この時期には外遊を精力的に行っており、1990年10月27日から11月1日まで ANC 代表団を率いて訪日している。 1990年5月には国民党政府との第1回予備会談がケープタウンで行われ、マンデラは ANC 代表として出席した。8月には第2回会議が行われ、マンデラは政治犯の釈放とアバルトヘイト諸制度の鉄を新憲法制定のための前提として要求した。代わりに国民党からは政治暴力の停止要求が出された。 すべての黒人を勢力基盤とする ANC と、ナトアール州に勢力を持ちズルう人を政治基盤とするインタ自由党とは80年代後半から激しい武力抗争が続いていたが、マンデラ釈放後相乱がさらに激しくなっていたためである。マンデラは抗争の中止を再三呼びかけたが、効果はなく、抗争は悪化するばかりとなっていた。一方国民党はこれを受け、 1991年6月にアパルトヘイトの根幹法である人口登録法、現住民土地法、集団地域法などを廃止した。1991年7月には長年議長を務めていたオリバー・タンボに代わり、マンデラは ANC 議長に選出された。1991年12月には国民党と ANC が国内のすべての政党に呼びかけ、 保守党やアザニア解放機構などは不参加を決めたものの残りの政党によって第1回民主南アフリカ会議コデッサが開催されたこのコデッサにはマンデラは直接は参加せず党内の若手であるシリル・ラマポーザを代表として送り込み政府与党国民党代表のロエルフメイヤーや他党代表と接触を重ねさせたコデッサは第2回まで行われたものの 1992年6月にフェリーニヒング市近くのボイパトンでインカタによる ANC 支持者への虐殺事件があり、これによりマンデラは交渉から撤退することを表明て暗証に乗り上げた。これはラマポーサの説得と国民党との交渉によって打開され、ANC は交渉に復帰。1993年3月には複数政党交渉フォーラムの名で、 再び交渉が始まった。交渉開始直後に、ANC の有力政治家で、マンデラの後継とみなされていたが暗殺され、南アフリカ全土に緊張が走ったが、この時マンデラは民衆に冷静になるよう求め、暴動の勃発と交渉の崩壊を防いでいる。1993年11月にはついに合意が成立し、まず暫定憲法が国会において採択され、 1994年4月に全人種参加の政権議会選挙を行い、選出された審議会において新憲法を作成することが定められた。このことを受け、1993年12月10日には、デクラークと共にノーベル平和賞を受賞した。全人種選挙の実施が決定しても、ごぷたつワナヤといったホームランドの半分や、 インカタ自由党やといった一部政党はこの時、不参加を表明しており、各政党が紙幣を用いて、構争を繰り返す状況は収まっていなかった。しかし、1994年3月10日には、ボプタツワナデが起き、民衆側についたに、白人右翼が敗走。右翼の弱体化を痛感したワシン党であるを、結成して、選挙参加を決断し、マンデラを訪問して、協力を求め、 マンデラはこれを快諾した。これによって、クワズールを除くホームランドと白人右翼が選挙参加を決定し、残るインカタ自由党及びクワズールも、4月19日のマンデラ・デクラークインカタ自由党党首の三者会談によって、ブテレジが選挙参加を承諾し、南アフリカの全有力勢力が選挙に参加することとなった。 1994年4月27日に南アフリカ史上初の全人種参加選挙が実施された。この選挙で ANC は得票率62.65%、252議席を獲得して勝利し、マンデラは大統領に就任した。就任式ではヒンドゥー教、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の指導者が祈るなど、全宗教の融和も図られた。 5%以上の得票率のあった政党すべてに政権参加を義務付けるという暫定憲法の権力、文条項に基づき、ANC は国民党及びインカタ自由党と連立政権を立て、統一政府を樹立した。マンデラ政権は第1副大統領にターボムベキ、ANC、第2副大統領にデクラーク、国民党、内省にブテレジ、 インカタ自由党といった有力政治家を据え、全27閣僚のうち ANC18、国民党6、インカタ3という構成で、増将や工業省といった産業、経済的な部門に国民党閣僚を多く任命する一方を、軍事や治安部門は ANC で抑えるという構成になった。マンデラ政権が最も心を砕いたのは、アパルトヘイト体制下での白人。 国人間、またインカタ派とヌ n c 派などといった対立をいかにして収め、全順守を誘和させるかということであった。そのため、それまでの国旗に代わり、六つの原色に彩られた新国旗に象徴される虹の国を掲げ、新国家を制定することを手始めに様々な手を打っていった。1995年には、 第3回ラグビーワールドカップが南アフリカで開催されるがアパルトヘイト後初の自国開催の国際大会となる。この大会をマンデラは全力を挙げて支援した。ラグビー南アフリカ共和国代表スプリングボックスは当時ほとんどの選手が白人、特にアフリカーナーで占められており、またラグビー自体が白人のスポーツとして黒人など他人種には不人気あったが マンデラは開幕戦を直接観戦し、またスプリングボックスを国民融和の象徴として支援し続けた。そのこともあってスプリングボックスは快進撃を続け、決勝戦で再びマンデラが観戦する中で初優勝を遂げた。1996年にはデズモンド・ツツオ委員長として真実和会委員会が設置され、アパルトヘイト時代の人権侵害について調査し、公表した。 マンデラ自身も意図的に自らが融和のシンボルとなるよう心がけており、こうした施策によりマンデラ政権は国民統合に関してはかなりの成果を上げることに成功した。経済的にはアパルトヘイト時代に極度に広がった人種間の経済格差の是正、経済制裁下に起こった極度の経済不況からの回復、郊外の不衛生で、 インフラの整っていないタウンシップやホームランに押し込められていた黒人の生活環境の向上が急務とされ、こうした問題を解決するためにマンデラ政権は復興開発計画 RDP を公表した。これは黒人居住区のインフラ建設を柱にして積極的な公共投資を行い、非白人を中心に生活レベルの向上を狙ったものだった。この計画は さほどの効果を上げず、白人と非白人の経済レベルは開いたままとなった。経済は成長したものの、マンデラ政権は経済政策的には国民党政府末期からの新自由主義的な経済政策をそのまま引き継いでおり、このため経済成長は順調に進んだもののそれが貧困層に恩恵を与えることは少なかった。 格差を縮めるべき時点で、富の再分配でなく企業の成長を優先させたため、世界で最も高い所得格差は改善されることなく、そのままとなった。一方で、隣国人バブへのロバート・ムガベ政権が行った、白人所有の土地の国有化などのような過激な経済政策を行わなかったとで、南アフリカからの富の流出自体は回避し、南アフリカは、 ブリックスの一つに数えられる高い経済成長を遂げることになる。また、アパルトヘイト最末期に各党が構想を繰り広げた際の武器は回収されないまま大量に支柱に残っており、これを貧困層が手に入れたことで治安が非常に悪化した。この治安悪化は黒人居住区におけるインフラ整備の失敗も原因の一つとなっていた。 アパルトヘイト末期に居住制限は解除されたものの、黒人居住区の住環境その他が改善されなかったため、黒人の貧困層が各都市の中心街に退去して流れ込んだのである。特に、ヨハネスブルクの中心部においては、あまりの治安の悪化に企業が北部郊外の高級住宅地であるサントンに脱出し、そこに新たに経済中心を作り上げる事態となった。 さらに経済的な移民に対しマンデラ政権が特に対処を取らなかったため、モザンビークやジンバブエなどから移民が激増し、南アフリカの黒人との間に対立が生じるようになった。公正政策では増加が報告されていたエイズに対し全く積極的な対処を行わず、このため南アフリカは世界でも有数のエイズ感染率を録するようになった。外交では、 マンデラの聖望を背景に、アフリカの紛争の調停などに積極的に動いたものの、成果を上げることは少なかった。1996年10月11日には、新憲法が制定され、1997年には、施行された。この新憲法においては、国内の有力言語11個を公用語に、指定するなど、全人種、民族の融和を特に重視したものとなった。 一方、この新憲法には強制連立の規定はなく、ANC の政権運営に不満を強めていた。国民党は1996年に連立を離脱した。マンデラは大統領就任時にすでに76歳であり、就任当初から大統領職はそれほど長期間務めることはないと推測されていた。マンデラの後継者をめぐっては、 アパルトヘイト時代の亡命者を中心とする国際派及び国内で解放運動を行っていた旧新派がターボムベキ副大統領を国民党政府と解放交渉を行っていた実務派はシリル・ラマッポーサ国会長を押して党内に対立が起きていたが1997年12月の ANC 党大会でマンデラは議長の座を副大統領のターボムベキに譲った 1999年2月5日、国会で最後の演説をした。同年6月14日、人気満了に伴い大統領職を退任、同時に政治の世界から引退した。2000年1月19日に国際連合安全保障理事会で初めて演説を行った。2001年7月に前立腺がんが発見され、7週間の放射線治療を受けた。 2005年1月7日に、前妻、ウィニーとの子供、マカト・マンデラが、エイズによる合併症で死亡したことを公表した。2008年6月30日、正式にアメリカが州国政府により、テロリスト監視リストより、名前が削除された。引退後も人気は根強く、2005年に BBC が行った、 世界政府の大統領選挙と仮定した世論調査ではトップに選ばれている。2010年6月11日に行われた FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会の開会式に席する可能性が高いと親族が明らかにしていたが、前日にひ孫が交通事故で亡くなったことを受け出席を断念。代わりにビデオメッセージを送った。なお、閉会式には出席した。 この時高校の場には姿を現さなかった。90歳を超えて、高齢のため体に衰えが見え始めており、2012年12月8日に肺の感染症のため、首都プレトリアの病院に入院した。2013年4月6日、症状が改善したため退院した。しかし、2013年6月から体調は悪化し、感染症を再発し6月8日から再入院と、 なった。2013年6月23日、南アフリカ大統領府はマンデラが既得状態に陥ったと発表した。その後、マンデラの容態は安定しており、7月18日に病室で95歳の誕生日を迎えた。娘の人事は7月16日にヘッドホンをつけてテレビを見ており、笑顔を見せたという様子を語っている。マンデラの誕生日に合わせて、 2013年7月18日に国際連合は本部でネルソン・マンデラ国際例の式典を開き、マンデラの功績を称えるとともに回復を祈った。2013年12月5日、日本時間6日未明、ヨハネスブルグの自宅で死去。追悼式にはアメリカ三大ネットワークと CNNBBC もそれぞれのアンカーマンを現地、 ヨハネスブルグもしくはプレトリアに派遣し、各国からも日本の皇太子のある人親王、イギリスからはチャールズ皇太子とデービッド・キャメロン首相、アメリカ合衆国よりバラク・オバマアメリカ合衆国大統領及びビル・クリントンやジミー・カーター元大統領、ブラジルのジルマルセフ大統領、キューバのラウル・カストロ国家評議会議長など、各国の国家元首もしくはそれに準ずる人物が、 出席し、追悼式典の分野一品席で、バラク・オバマとラウル・カストロが手する、弔問外交となった。マンデラは、生まれ故郷のクヌにて埋葬されることとなり、12月15日、クヌにて国葬が取り行われ、同地に埋葬された。メソジスト教会で洗礼を受けたクリスチャンである。若き日の彼に、大きな影響を与えたのは、天部の人々の習慣とキリスト教のミッションスクールで、 受けた教育であった。結婚はサンドしている。1944年にエブリン・メイスと最初の結婚。1957年離婚。1958年、ウィニーと二度目の結婚。マンデラの週刊中に、ウィニー夫人は国外で政治活動を行った。しかし1992年4月13日、離婚の意思を表明し。 4年後の1996年3月19日に、ウィニーとの離婚が成立。1998年7月18日に、モザンビークの初代大統領で、飛行機事故で亡くなったサモラ・マシェルのミヒト、グラサ・マシェル夫人と3度目の結婚。政治的には、相手の政治的弱みを的確に見抜きながら、それを攻撃するのではなく、受け入れやすい提案を行っていく、政治スタイルを取り、 政敵からも信頼を得た。大統領就任後は国民統合の象徴として自らを位置づけたため、この傾向はさらに強まった。一方で正確には激しいところがあり、フレデリック・デ・クラークとは、献猿の中で何度か激しい不満を表していて、1996年の国民党の連立解消の一員ともなった。政治信条は自由民主主義であり、 経済政策では、共産主義の影響を受けて、解放時には、鉱山などの国有化を主張していたものの、それが不可能であると悟ると、政府の推す、新自由主義政策を受け入れた。基本的には非暴力主義を唱えており、平和主義的な考えはたびたび表明していたが、ウムコントウェ・シズエの創設からもわかる通り一時武装闘争路線に傾いており、 解放後もしばらくは武装逃走路線を否定してはいなかった。1994年の夏、親善試合の一環で、イングランドの他チームと共に、南アフリカに遠征中だったリバプールが、アストンビラとの試合に備えヨハネスブルグのスタジアムの控え室にいたところ、突然当時南アフリカ大統領に就任したばかりだったマンデラが訪問し、驚きのあまり絶句している。 監督のロイ・エヴァンスに向かって、リバプールのシャツを求め、その後、チーム一行と記念撮影をした。80年代後半、軟禁状態であったマンデラは、リクリエーションとして、毎週土曜日にイングランドのサッカー中継を見る中で、リバプールのファンになったという。2年後の1996年、マンデラが、南アフリカ大統領として、イギリスを訪問し、 ロンドンのトランファルガースクエアで演説を行った際に、リバプールのサポーターが、ユールネバーワックアローンを歌ったというエピソードがある。マンデラが立役者となって開催された南アフリカでの2010フィファワールドカップ本大会で、地元アフリカからの代表として、唯一準々決勝戦まで勝ち上がったガーナが、ウルグアイに敗れた試合後に、120分の PK を、 失敗したアサモア・ギャンが涙を流す姿を見て、君たちはアフリカの誇りだとマンデラは称賛した。その半年後に、ルイス・スアレスのリバプール遺跡が決まった際、ガーナのリバプールファンはどう思うだろう、マンデラから嫌われるかもしれないと、ジョーク半分の会話が飛び交った。マンデラの生涯を記念して、マンデラの生まれた、クネ村に近いウムタタに、 ネルソン・マンデラ博物館が設立されており、記事であるクヌー村にも文館がある。また、マンデラが青年期を過ごした、ソウエトの自宅もマンデラ博物館となっている。マンデラを記念し、多くの都市や通り、建物などにマンデラの名が付けられ、それは南アフリカ国内に留まらなかった。南アフリカ国内においては、東ケープ州のポートエリザベスを中心とする都市圏が、 ネルソン・マンデラ米都市圏と命名され、また、ヨハネスブルク郊外のサントン地区にある大規模ショッピングセンターは2004年にサンスクエアからネルソン・マンデラスクエアに改称され、同時に全長6メートルのマンデラ像が建設されている。国外においても2005年に開港したカーボベルデのハブ空港はネルソン・マンデラ際空港と名付けられている。2012年には 南アフリカ政府はマンデラの肖像画を描いた新しいランド紙幣を発行した。ジャクソン死去の際マンデラは、と追悼のコメントを残した楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。